さん、オフシーズンは、まあ、千葉県内のこうイベントにねお邪魔したりとかいろいろ活動あったと思うんですが、何かこうシーズンに向けてこんなことやってきたよとか、マー君りんちゃんのこんなところ見てくださいみたいなのってありますか？今シーズンどうですか？首をかしげない。どうですか、オフシーズン頑張ったこととか。美白、あ、ちょっと美白に力を入れたの、マー君。確かになんかワントーンお顔明るくなった。あ、何マッサージとかそういうのやったの？あ、そう、あ、リフトアップして、あ、どこ目指してんの？そんなキャラだったっけ？まあでも今はこうね、もう男女問わずこう美意識が高い方も多いですからね、マー君も何かに目覚めたみたいですね、オフシーズンはね。汚かったし、ちょっと肌荒れがね、肌荒れが目立つところもあったよね。なんかピーリングとかしてこうちょっと生まれ変わったのかな、お肌がね。ワントーン明るくなりました。そこに注目してほしいの？そこに注目してほしいそうです。